丸4 4号時、装具落下をレーダーが捕捉した。地上からの制御が遮断された際、自動的に落下軌道に入るようプログラムされていたものと推測される。その軌道から落下コースを計算した。落下予測地点はオーシア首都オーレット、市街地の中心である。装具降下空域へ可及的速やかに到達し、オーレットへ突入する前に装具を完全に破壊する。任務を達成し必ず生還せよ。それ以外は許可できない。ラーズ・グリーズ、諸君の幸運を祈る。出撃。寂しすぎる最後の出撃だな。それじゃこの場所が行きたいことはないだろうよ。発進準備が完了した。
置を確認。東の空に明るみが、朝が来る。僕らの夜間飛行が終わる。見たいな、一番綺麗な朝焼けを。朝は訪れ続けるのさ。変わらぬ太陽がこれからもな。あと1分。そうだ、来週誕生日だったんだ僕。ミノ、生きてればいいことがある。兄貴がユーク大陸から帰ったらお袋に喜ぶでしょうね。お前自身がお袋様を喜ばせろ。あとちょっとだ。大きく変わるとき、
ラーズグリーズはその姿を現す。はじめには漆黒の悪魔として、悪魔はその力を持って大地に死を降り注ぎ、やがて死ぬ。しばしの眠りの後、ラーズグリーズは再び現れ、英雄として現れる。この世に再び満ち溢れた平和。ラーズ・グリーズの英雄と呼ばれた彼らが再び戦場の空を飛ぶことはなかった。あの雲の上は再び英雄を必要としない青空に戻った。それこそが彼らが求め続けたものだったのかもしれない。
again。